ず映画情報シネマキング、週末映画情報シネマキング第225回目スタートいたします。案内役は映画ネナビゲーター、そしてシネマクロスメディア C2 発行編集人の川本明がお届けします。今回は7月17日金曜日、そして7月18日土曜日、合わせて10作品以上紹介していきます。まず最初に紹介するのは公開延期となっていました劇場木佐田勲監督、そして山崎賢人主演作劇場から紹介します。最初に紹介するのは劇場。この作品は作家又吉直樹が火花で芥川賞を受賞する前から書き始めていた作家の原点ともいえる恋愛小説劇場の映画化したものです。主演を務めるのは興行収入57億円を突破したキングダムの大ヒットの記憶も新しい山崎賢人、人生初のひげを生やし強調できない不器用な青年を熱演しています。恋人役のヒロインには若き実力派女優松岡茉優、メガホンを取るのは雪貞勲監督。理想と現実、すれ違う価値観、不安定な男女の機微を繊細に描き、令和の時代に新たな恋愛映画の風を吹かせます。劇場、7月17日金曜日より伏見ミリオン座にて公開です。続いて紹介するのはステップ。この作品はトンビ、流星ワゴンなどを代表作に持つ小説家重松清の同名小説を映画化。結婚3年目、30歳の若さで妻に先立たれた主人公健一とその娘美希が彼らを取り巻く人たちとの交流の中で成長していく姿を描いた感動作です。主人公健一を演じるのは実力、個性、人気ともに群を抜く存在感を放つカメレオン俳優の山田孝之、健一の娘美希役はオーディションで選ばれた中野美咲、白鳥玉樹、田中理音の3人の子役が2歳から12歳まで3つの年代を演じています。ステップ、7月17日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのは悪人伝。この作品は新幹線ファイナルエクスプレスで一躍トップスターに躍り出たマ・ドンソク主演の極悪バイオレンスアクションです。襲われたヤクザと捜査担当の刑事が共闘して犯人を追い詰めていく様を描いてきます。悪人伝、7月17日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのは八王子ゾンビーズ。この作品は鈴木治脚本演出の舞台八王子ゾンビーズを再び鈴木治の手によって映画化しました。主人公の夢破れたダンサー羽吹隆を演じるのは舞台八王子ゾンビーズで初主演を飾り、映画版でも同役で初主演を飾ることになった山下健二郎です。八王子ゾンビーズ、7月17日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのは今日から俺は劇場版。この作品は1980年代に連載された伝説の突っ張り漫画今日から俺はを賀来賢人と伊藤健太郎の共演、福田雄一監督の演出脚本で2018年の連続ドラマ化に続き今回劇場映画化するものです。原作でも特に人気が高いエピソード VS 汚い高校編が描かれます。今日から俺は劇場版、7月17日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのはナショナルシアターライブハムレット。この作品はイギリスの国立劇場ロイヤルナショナルシアターが厳選した傑作舞台を映像化してスクリーン上映するプロジェクトナショナルシアターライブの一作です。英国屈指の人気俳優のベネディクト・カンバーバッチ主演で送るシェイクスピアの名作悲劇です。ナショナルシアターライブハムレット、7月17日金曜日よりミッドランドスクエアシネマにて公開です。続いて紹介するのは地獄の黙示録ドルービーシネマ版。この作品は名匠フランシス・フォード・コッポラの衝撃作地獄の黙示録を制作40周年を記念してコッポラ監督自らが1979年の劇場公開版より30分長く、そして全てを盛り込んだ2001年の特別観戦版より20分短いバージョンに再編集し、
新たなデジタル修復を施した作品です。迫力の映像と音響をドルービーシネマで楽しめます。地獄の黙示録ドルービーシネマ版、7月17日金曜日よりミッドランドスクエアシネマにて公開です。続いて紹介するのは月一歌舞伎京花の小娘二人道成寺。この作品は歌舞伎の舞台公演をスクリーンでデジタル上映するシネマ歌舞伎シリーズの一作です。玉三郎と次世代を担う若きホープ菊之助の共演で叶わぬ恋に身を焦がし、縮みに乱れた女心が激しくも悲しい怨念と化す様を艶やかに描いていきます。月一歌舞伎京花の小娘二人道成寺、7月17日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのはブリット・マリーの幸せな独り立ち。この作品は幸せな独りぼっちの原作者フレドリック・バックマンによる小説ブリット・マリーはここにいたを映画化したものです。63歳の頑固な主婦に訪れた青天の霹靂を描いた全ての大人に送るハートウォーミングストーリーです。ブリット・マリーの幸せな独り立ち、7月17日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのはグレース・オブ・ゴッド告発の時。この作品はフランスを震撼させた神父による児童への性的虐待事件を8人の女たちのフランソワ・オゾン監督が描いたヒューマンドラマです。性的虐待のトラウマから再生していく人間の力強さ、そしてそれを支える家族の愛が描き出されていきます。グレース・オブ・ゴッド告発の時、7月17日金曜日よりセンチュリーシネマ他で公開です。続いて紹介するのはハニーランド永遠の谷。この作品は第92回アカデミー賞にてドキュメンタリー映画賞部門国際映画賞部門にノミネートされた北マケドニアに暮らす自然養蜂家の女性を追ったドキュメンタリー映画です。3年の歳月と400時間以上の撮影から生み出された人間の自然のそして存在の崇高さと美しさに満ちた悲しくも感動的な希望の物語です。ハニーランド永遠の谷、7月17日金曜日より伏見ミリオン座他で公開です。続いて紹介するのはパブリック図書館の奇跡。この作品はブレックファストクラブレポマンなどで知られる俳優で青春スターから映画監督に転身して成功を収めたエミリオ・エステベスが制作監督脚本主演を務めたヒューマンドラマです。突如勃発した大騒動に巻き込まれた一人の図書館員の奮闘を軸に予測不可能にして笑いと涙たっぷりのストーリーが展開していきます。パブリック図書館の奇跡、7月17日金曜日より伏見ミリオン座にて公開です。続いて紹介するのはライト・ライク・ア・ガール。この作品はオーストラリア競馬最高の栄誉メルボルンカップにて強豪が集う 3200m の難関に挑んだ女性騎手ミシェル・ペインが前代未踏の栄冠を手にするまでの努力と挫折を重ねた半生をテリーサ・パーマー主演で描いた感動作です。ライト・ライク・ア・ガール、7月17日金曜日より東宝シネマズ名古屋ベイシティ他で公開です。続いて紹介するのは進撃の巨人クロニクル。この作品は全世界シリーズ累計発行部数1億部突破の伊佐山はじめの大人気コミック進撃の巨人。本作ではテレビアニメ版シーズン1から3まで全59話を1本の映画として再編集しました。進撃の巨人クロニクル、7月17日金曜日より109シネマズ名古屋他で公開です。続いて紹介するのは機動警察パトリーバーザムービー 4DX。 この作品は1988年のオリジナルビデオアニメから始まった機動警察パトレイバーシリーズの劇場版アニメ第一作です。シリーズ誕生30周年突破を記念し機動警察パトレイバーザムービー 4DX と題して体験型上映システム 4DX で上映します。機動警察パトレイバーザムービー 4DX、 7月17日金曜日より中川コロナワールド他で公開です。続いて紹介するのはリトルジョー。この作品は新種の植物リトルジョーがもたらすゾッとする幸せを描いた怪しくも美しきボタニカルスリラーです。リトルジョーが放つ小悪的な美しさとおとぎ話のような
端美な世界観でカンヌ国際映画祭を震撼させた作品です。リトルジョー7月17日金曜日よりムービックス三好ほかで公開です。続いて紹介するのはウォー。この作品は2019年インド映画の全世界興行収入第1位となり、インドを代表する2大スターのリティック・ローシャンとタイガー・シュロフの豪華共演で送るスーパーユニバーサルスパイアクションです。ウォー、7月17日金曜日よりユナイテッドシネマ豊橋18にて公開です。続いて紹介するのはマシュンボーン・イン・シネマロミオとジュリエット。この作品は数々のバレエの古典作品を斬新な解釈で生まれ変わらせてきた英国バレエ界の奇才マシューン・ボーンが演出振り付けを手掛けたロミオとジュリエットです。躍動感あふれるコンテンポラリーバレエに大胆にアレンジした完全な新演出版です。マシューン・ボーン・イン・シネマロミオとジュリエット、7月18日土曜よりメイン小劇場他で公開です。続いて紹介するのはブラッドクラブドールス2。この作品はアニメ制作会社プロダクション IG と漫画家チームクランプが組み、ご神道で怪物を狩る少女を描いたテレビアニメブラッドシーの実写版第2弾の2部作目です。ブラッドクラブドールス2、7月18日土曜より伏見ミリオン座にて公開です。続いて紹介するのはガイリー・ブルース。この作品はロングデイズジャーニーこの世の果てで 3D のワンシークエンスショットという演出が注目された中国の新世代監督ビーガンが2015年に発表した初長編監督作品です。ガイリー・ブルース、7月18日土曜よりシネマスコーレにて公開です。続いて紹介するのはハチドリ。この作品は釜山国際映画祭でのワールドプレミア上映されたほか、ベルリン国際映画祭をはじめ世界各国で44以上の賞を受賞。14歳の少女を主人公に思春期特有の揺れ動く思い、そして家族との関わりを繊細に描いた韓国映画の底力を感じさせる秀作です。ハチドリ、7月18日土曜より名古屋シネマテイクにて公開です。続いて紹介するのはドブラートフ、レニングラードの作家たち。この作品は現代ロシアの伝説的作家セルゲイ・ドブラートフの知られざる激動の半生を描き、第68回ベルリン国際映画祭で銀熊賞芸術貢献賞を受賞した伝記ドラマです。ドブラートフ、レニングラードの作家たち、7月18日土曜より名古屋シネマテイクにて公開です。続いて紹介するのはチムグリサ、菜の花の沖縄日記。この作品は石川県から沖縄のフリースクールに通うためにやってきた15歳の少女の目を通し、沖縄のリアルな現実を捉えたドキュメンタリー映画です。2015年から3年間沖縄での体験を故郷の新聞にコラムを書き続けた菜の花の沖縄日記を軸に、少女の目線で捉えた沖縄の現実が映し出されていきます。チムグリサ、菜の花の沖縄日記、7月18日土曜より名古屋シネマテイクにて公開です。はい、いかがでしたでしょうか。今回もいろんな作品を紹介してきました。ムービーアットシアター総合芸術、映画は劇場で楽しむために作られています。皆さん感染予防に気をつけて劇場で映画を楽しんでみてください。それではさよなら。